今日のセカンドチャンネル。あれ、気になることっていうか、なんか懐かしい話なんだけども、朝、なんか昔の、なんかその給食、いや、価値観なんだよね。なんかさ、どうでもいいものは、なんかさ、昔、その給食とかでさ、なんかその冷凍プリンとかさ、そういうのって、ほら、じゃんけんでさ、こう、みんなさ、じゃんけんぽいとか言ってたじゃん、あの、爆ガゼリー。あ、つか、爆ガゼリーってさ、知ってるかな？知らない人多いんだけども、あの、爆ガゼリーってあったの。俺、千葉県の中学校で、その、なんかその、爆ガゼリー、あ、小学校か。爆ガゼリーとか、あって、それなんかその爆ガゼリーっていうなんか爆弾みたいなちょっと語呂が似てて、その裏を見てつぶつぶがなかったら30秒で爆発するよっつって言って、騒いでたんだよ。でもこれ共感してくれる人が少ないんだよね。まあそこはいいんだよ、どうでも。なんかその、給食って、ほらやっぱ学校の限られた空間みたいなところで、その、こうじゃんけんするじゃん。だから、プリン。なんか家とかで出たら超どうでもいいんだけど、学校のデザートだったら、もうじゃんけんしてでも取り合うみたいな。あれと同じ、小学校1年生の時に道徳でテレビをつけた時に、まあ、ガンコちゃんが出たら、ウェーイみたいなテンション上がるのと同じ感じだね。っていう。何が言いたいんだろう、俺もね、よくわかんないんだけども、なんか要はさ、ほら、なんでそのか、こう、な狭い空間、その空間、まあ、価値観なのかな、価値観か空間かわかんないんだけども、なんかほら、あるよねっていう。そういえばなんか、そんなのあったなーって言って、ちょっとね、ふーって思い出して、ちょっとパッて動画を撮ったっていうね、だけなんだけども、まあそれだけ？うん。まあ、みんな、まあそういうね、経験談とか、ね、全然募集するんで、755Twitter、よろしくお願いします。以上、うん、うん。